地方でもチャンピオンになるために旅をしていたリーコ。トーナメントではマリーとホップに勝利。次はいよいよチャンピオンのダンデとの勝負なんじゃが、その前にダンデと食事の約束をした。約束の時間になってもリーコたちのところに現れないダンデ。どうやらダンデはローズタワーに用があって遅れとるみたいじゃ。ダンデのいるローズタワーになぜか行くことになったリーコたち。そこにオリーブが現れる。ローズがダンデと大事な打ち合わせしとるみたいで、わしらに邪魔されたくないみたいじゃ。ローズタワーに入るためにはキーが必要みたいじゃ。紆余曲折あってキーを手に入れたリーコ。ダンデに会えることができるんじゃろうか。ローズタワー絶対どこまで伸びていた雲に隠れて見えないぞ。で、どうすんの。エルガンのみんな悪いリーグスタッフとバチバチやり合ってるし。だってリーコどうする。私に聞かれてもそもそもホップ君が強制的にここまで連れてきたんじゃん。だけどここまで来たんだから先に行くしかないでしょ。最高だな。さっさとアムチを連れ戻そう。でないと、お前がチャンピオンに挑めないよな。リーコ、あんたがローズタワーの道を作ったんだ。このまま突っ走りんぜ。それにしても、秘書も秘書だよ。モノレールのキーを隠すなんてね。ローズ委員長もチャンピオンを足止めして何を考えているのか、よくわからないし。あの子供スパイスタウンも思い出させるネットウ。ねじ、ライブは終わったんか。渾身のライブでしたよ。リーコのおかげで、ええライブになったんじゃね。ただし、アンコールはないのです。で、まだいたのですか。気づくんが遅いよ。さあ、お前ら、行くのです。俺がエールを送りますよ。兄貴が無茶するとまずいからね。何かあれば、戻ってきてね。マリーはついてこんのんじゃね。行こうぜ、リーコ。面倒なことに巻き込まれちゃったね。もう、こうなったら、行くしかないよね。でかすぎるぞ、広すぎるぞ、なんなんだ、ローズタワー。ホップくんテンション高すぎだよ。ただのアホじゃのう。知ってるか、リーコ、ローズタワーもパワースポットらしい。つまり、てっぺんでは、ダイマックスできるんだってよ。それはいいとして、エレベーターでてっぺんまで行けるのか。ローズタワーって確か、100階建てだぞ。そんなに高いの。てっぺんまで行くの怖いな。ここでお引き取り願うのだから、エレベーターのことは気にするな。リーコたちもここまでか。不審者がいます。不審者がいます。スタッフは直ちに不審者を追い返してください。な、オリーブ様もああおっしゃっておられる。リーコたちは不審者扱いされとるもん。不審者を追い払ってあんまりボーナスいただくぜ。ほら、てっぺん行くまでに何回か勝負仕掛けられるじゃろうね。サマヨウズちゃんが言う通り、その後も何度かマクロコスモスの人たちに勝負を仕掛けられたよ。ほれみー、わしが言うことは当たっとったじゃろ。ホップ君とのダブルバトルが面倒だったよ。そして、ようこそ、地上300メートル、ローズ委員長のスペースへ。私のオーダーをこなす特別なスタッフたちを、ものともせずにやってくるなんて、さすがはチャンピオンダンデが推薦したポケモントレーナーね。でもね、ここでお帰りになってもらいます。だって、ローズ様の邪魔だなんて、私、絶対に許しません。まずは、リーコさん。あなたをボコボコにすれば、チャンピオンもがっかり落ち込んで、委員長の話を聞きます。オリーブ、負けの皮が剥がれたのう。それにしても、イビ成果をしとるのう。リーコ、ちゃっちゃと終わらせんさいよ。サマヨウズちゃんが言うとおり、オリーブさんの顔は怖いね。こんな怖い顔見るの嫌だから、さっさと片付けちゃうよ。いってらっしゃい。ぶっちゃい。西根の子さんに悪かがとなった感じを思ってるよ。やったー、一発で決まっちゃったね。対策がいいね。あの調子で決めてみよう。次はゲームの出番だよ。延々と出してきたんだね。リーコは爬虫類が苦手だったもんね。見たくないから自身で倒しちゃうよ。やったね。爬虫類さん、さようなら。全然嫌いなんだね。そんなに嫌われて天竜とが少しかわいそうじゃ。苦手なものだからしょうがないよ。続いて活躍するのはカノ君だね。相手はレノカノ君を出してくるんだね。
ロ君のギガドレインで一発で倒しちゃうんだからね。え、あれ一発で倒すんじゃなかったのか。その予定だったんだけど。余裕ぶっこいボルテーだろ。痛い目に遭わんように気をつけんさいよ。そうだね。高校行ってる間にミロカロスが自己再生しちゃったよ。せっかくピタノ君がギガドレインしたのに。大げさに言いすぎじゃ。すみません。次のピタノ君にはギガドレインしてもらったよ。よかった。ミロカロスも倒したよ。本当に当たったぜ、倒せれたんだね。その後のミロカロスは得点が高いんだぜ。物理攻撃で攻めれば、早めに傾いたのに。運行は何も考えんと戦っとったね。続いてはその方の登場です。ミロカロス、オリーブさんはアナーゾを出してきたんだね。ミロカロス倒したんよ。V8、よくわかったね。ファルコンにはフリーズドライをしてもらうよ。世界中にこういう技で倒すのは、誰でも予想できるだろ。アナーゾも倒せということは、オリーブが出せるポケモンは次で最後じゃのう。一瞬のミロカガリマは、行ってらっしゃい。ラストのポケモン、マジ、オリーブ、決めそうだわ。ジョンのリーブさんの顔は怖いな。まるでゴースト怪人さんなの。ジョンのリーブさんはラストバスを出してきたね。ラストバスが巨大マックスしてきたから、うちのドンちゃんをデカデカにさせちゃうよ。デカデカじゃなくて大マックスね。相手のラストバスにダイアーチェルがあったよ。効果は抜群だったけど、この下がり食らってなくて、よかった。ジョンもダイアーチしてみたよ。一発で決めてくれたよ。オリーブさんとの勝負に勝利したね。おめでとう。これでてっぺんにいるダンテさんに会いに行けるね。わあ、勝てないなんて。オリーブ、本当にダメな子。こいつ何昔よるんなら。はあ、なんてこと。勝ち上がったジムチャレンジャーの実力を見くびっていました。本来であれば、まだまだ妨害したいところですが、願い星は集め終わりました。あとは、好きになさればいいのです。さすがだぞ。D コってルカリオの強さを、めちゃくちゃ引き出しているよな。私は、委員長のため、準備を進めていますから。ダンテ君、もう100回は話しただろう。それでも分かってくれないのか。チャンピオンともあろうものが。理解しているつもりですけどね。ただ、千年先の問題を今すぐに解決するために、明日のトーナメントを中止にするのは、理解できない。たった一日ですよ。チャンピオンの責任においても、絶対に試合をする。ガラルに暮らすみんなの、そして、俺の楽しみなんですよ。分かっていない。全然、分かっていないよ。ご覧よ、ダンテ君。眼下に広がるガラル地方。これだけの輝きを保つためのエネルギーも、千年先にはなくなる。ガラルのみんなは、その時、生きていないのだよ。だったら、たった一日と言わず、一刻も早く、問題解決のために動く。より良い未来にするために。千年先？なるほど、委員長の懸念は、なんとなくですが、わかりましたよ。明日の決勝が終われば、委員長を手伝いますから。兄貴。時間になっても来ないから、俺、心配になって。ネズさんやマリー、エール団にも助けてもらって、ここに来たんだぞ。私もホップ君を助けたんだけど。ホップ君を不安にさせたこと、素直に謝ります。大人はね、プライドが邪魔してね、正直に話し合えないんだよ。ホップ、ミーコ、ホテルで好きなものを食べようぜ。俺がとことん、おごってやる。この二人は何を話してたんだろうね。僕らには言えない大人の話なんじゃない？ローズ委員長、明日の試合をご覧ください。ガラルの歴史に残りますから。チャンピオンのダンテに会えたリーコたち。これで、リーコはトーナメントでダンテと勝負することができるのう。リーコはダンテに勝利してガラルでもチャンピオンになることができるんじゃろうか。ガラルの歴史に残る。甘いね、チャンピオン。ガラルの未来を変えるんだよ。この私がね、